はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回は無数にあるタイムステップの中から代表的なものや、こんなちょっとね変わったものがあるよみたいなタイムステップをご紹介していきたいと思います。タイムステップって何？と思われる方は、以前タイムステップのステップ解説動画を作ってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。先ほど言ったように無数にタイムステップっていうのがあります。なので今回ねご紹介する中で、ちょっとね応用しただけ、またはちょっとアレンジしただけっていうのもたくさんあります。それでね、これがいいこれが悪いっていうことではなく、こういったものがありますよっていうことでご紹介させていただきたいと思います。今回はねメトロノームに合わせてやっていきたいと思うんですが、メトロノームトン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 、最初にアクセントをつけます。それに対して最初の踏み始めをします。タイムステップね、よく8からなの ?1 からなのっていう場合もありますけど、どちらもあります。なので、今回はね、それ紛らわしいので、カウント相手数えず1回だけで3つ前から出しますので、皆さんの中で、例えば、5、6、7でもいいですし、6、7、8、1、もちろんどちらでも大丈夫です。皆さんの都合のいいようにご活用していただければなと思います。それでは早速、いってみましょう。今回はマキシフォードタイムステップについてお伝えしていきます。このマキシフォードって何ですかっていう方もねいらっしゃると思うんですが、以前ステップ解説動画を作ってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご確認ください。たくさんあるマキシフォードの応用の中で、今回はシャッフルボールチェンジっていう動きと、シャッフルプルバックチェンジしてボールチェンジね、入れ替える、この2つを取り入れてやってみたいと思います。タイムステップのベースとなるのがストップタイムステップのスイング、シングル、ダブル、トリプル、この3つの中に入れていきたいと思います。まずはじめにストップ、ホップ、シングルね、ストップ、普段はフラップステップ入りますね。これもフラップステップのところに今のマキシフォードの動きが入ります。このように入っていきます。特にスイングしているので、あと後ろに音を寄せてスイングさせます。なのでタッ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 ていかないで、これがベースの動きになります。その中でダブル、トリプルを加えていきます。そしてもう一つの応用ですね、シャッフル、プルバックチェンジが入っています。ポイントとして、まずマキシフォードっていう動きに関してはクロスすることがねすごく大事になってくるので、足を後ろに運ぶってことをまず気をつけてください。それと今の2つ目のプルバックチェンジが入る場合、もちろんヒールアップでそのままね、シングル、ダブル、トリプルの後ヒールアップの人もプルバックもちろん結構です。ただ今はねちょっともう少しやりやすいために、あえて最後の足をスタンプにして次の足を引きやすくしてみました。なので、できる方はヒールアップでぜひ挑戦してみてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。マキシフォードタイムステップ、ストップタイムステップのスイングをベースに、シングル、ダブル、トリプルを最初シャッフル、ボールチェンジで、その後シングル、ダブル、トリプルをプルバックチェンジも加えてやっていきます。
マキシモードタイムステップパターン2。今とね全く同じステップを使うんですが、リズムを少し変えて、最初のシングルダブルトリプルの終わりの足とすぐに音をつなげずに、そこに一つ休みを使って後ろに音をつなげる、このパターンをご紹介します。そしてプルバックチェンジも加えてみます。同じ足のねステップを使っても、休みとか打ち方によってリズムは全く違うものになります。こういうのもねちょっとね感じてもらえたらなと思いますので、今度はこちらのリズムに合わせてメトロノームでやってみましょう。それでは最後に比べやすいようにパターン1パターン2のシャッフルボールチェンジ、パターン1パターン2のシャッフルプルバックチェンジ、これをつなげてやってみたいと思います。今回はマキシフォードタイムステップについてお伝えしました。マキシフォードっていうもの自体もね難しいんですが、それをどのカウント、もしくはどの間を取って打つとかね、その塊をどう使うっていうのはすごくね難しくなってきます。なのでこれという決まりはないので、いろんなパターンをね見て聞いて覚えてもらえたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。